デュラララは成田凌悟による日本のライトノベル。イラストは安田鈴人が担当している。電撃文庫より2004年4月から刊行されている。東京、池袋を舞台にした群像劇。高校生、オカルト、カラーギャングを中心とした物語でもある。月刊 G ファンタジー2009年7月号より、鳥木明夫による漫画家作品が連載されている。2019年4月時点で、シリーズ累計発行部数は560万部を記録している。2009年7月にテレビアニメ化が決定し、2010年1月から6月にかけて放送された。さらに2010年9月22日にはゲームが発売されている。テレビアニメ2期は2014年3月に制作発表され、2015年1月より3月にデュラララ。2章が2015年7月より9月にデュラララ。2点が2016年1月より3月にデュラララ。2決が放送された。13巻において龍が、峰帝人たちの物語を描いた第1部が完結となり、2014年4月から続編である、デュラララ。SH シリーズが刊行された。同シリーズについても、本校で合わせて解説する。舞台は、東京、池袋。都会の非日常に憧れる、少年、龍が、峰帝人は、幼馴染の木田正臣に誘われて、雷陵学園に入学するために上京する。帝人は上京した初日に、都会で、都市伝説と噂される、首なしライダーを目撃する。帝人は、そこで思いもしない数々の非日常に巻き込まれてゆくと、同時に、首なしライダーを含む、様々な人物が、事件に関わっていくことになる。ダラーズの終焉から1年半。池袋は、今、新たな風を迎え入れようとしていた。首なしライダーに憧れて上京してきた、化け物扱いされている少年、山東千尋、首なしライダーの存在を金に変えようと目論む、琴波久志を首なしライダーを取材して、行方不明になった姉を持つ、達心貴公。それぞれの思いを持った3人が雷陵学園に入学し、出会い、非日常は再び始まる。アニメ版の声優も併記する。SH 続編スピンオフコラボレーション説特記のない限り原作者は成田凌悟、キャラクター原案は安田鈴人。2010年1月から6月まで MBS 他で放送された。監督の大森貴博、キャラクターデザインの岸田貴博、音楽の吉森慎、アニメーション制作のブレーンズベースなど原作者を同じくするテレビアニメ。バッカーの、マイナスに携わったスタッフが多く参加した。また、ゲストキャラクターとして、第11話に、上記の、バッカーの、マイナスから、アイザック・ディアンと、ミリア・ハーベントが、ダラーズのメンバーとして登場しているほか、原作の出版会社を同じくする、電撃文庫作品のキャラクターや、アニメの制作会社を同じくするアニプレックス作品のキャラクターも、作中の広告などにたびたび登場している。2014年3月にテレビアニメ新シリーズの制作が発表された。2015年1月より3月まで、デュラララ。2章が2015年7月より9月まで、デュラララ。2点が2016年1月より3月まで、デュラララ。2決が放送された。放送局は東京 MX。MBS、CBC、群馬テレビ、と、地理テレビ、BS11。アニメーション制作は、第1期を手掛けた、ブレーンズベース第3制作部がそのまま、分離、独立して設立した、主夏が担当した。作中では、池袋の街並みがほぼ忠実に描かれている。また、静雄が働いていたバーは、東中野に実在するバーをモデルとしており、店内も、そっくりに描かれている。なお、このバーのマスターによると、原作者の成田とは、知り合いとのこと。オープニングテーマの感想部分では、前回のダイジェスト場面が挿入される。第1期、第2期アニメート TV において、ウェブラジオ、デュラララ。ラジオ略して、デュララジが2010年2月26日から2011年3月25日まで、各週金曜日に配信されていた。龍が、峰帝人役の豊永俊之と、園原杏里役の花澤香菜がパーソナリティを務めた。TV アニメ2期にあたり、デュラララ。ラジオ略して、デュララジ。にとして2014年9月19日から2016年4月9日まで、公式サイト内にて配信された。パーソナリティは、変更なし。舞台、デュラララ。演出片足のショーのタイトルで、2020年4月10日から18日まで、東京、日本青年館、4月24日から26日まで、愛知、常滑市民文化会館、5月1日から6日まで、大阪、クールジャパンパーク、大阪 WW ホールにて上演される予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、公演中止。新たな日程は2021年8月1日から7日まで、東京、日本青年館、13日から15日まで、愛知、名古屋文理大学文化フォーラム大ホール、20日から22日まで、大阪、クールジャパンパーク、大阪 WW ホール。脚本は、高木昇、演出は、毛利渉博が担当。デュラララ。2に関するカテゴリー。ありがとうございます。